私の名前はジェフリー・ジョーンズ。ハーバード大学のビジネススクールで教鞭をとっている。そんな私だが、好きな国は日本だ。日本という国は素晴らしい。国民の勤勉さ、真面目さ、そして謙虚さ。新型ウイルスの流行で世界経済は低迷している。流行が収まれば経済は回復する。特に私は日本の動向に注目しているよ。その素晴らしさを伝えたくて、私は講義でこう言った。すると講義室に笑いが響き渡った。いや先生、それありませんよ。君はイギリス留学生のジョンです。質問していいですか？どうぞ。先生は日本を過大評価しすぎじゃないですか？どうして君はそう思うんだい？自分の知る限り、日本は面積の小さなアジアの島国です。おまけに経済性成長も止まってて、学ぶべきものは何もない。それは言えてるな。君は？ミシェル、フランスからの留学生です。俺もジョンの意見に賛成です。日本はすでに GDP でも中国に抜かれてます。しかも日本では賃金が上がらない状態がずっと続いている。日本人ってそれでもストライキしないんだもんな。ダメだよな日本。君たちの言いたいことはよくわかった。じゃあ日本はどんな国なのか私に教えてくれないか。何が良くて何がダメなのか。それが分かった方が君たちの意見を理解しやすいからね。そんなの簡単です。まず日本の文化は独特で素晴らしいと思いますよ。寿司、侍、芸者だよな。きらびやかでミステリアス。あとアニメと漫画も外せないよな。ああ、特に週刊少年ジャンプは日本の宝だ。海賊漫画のダヴィンチーズめっちゃ面白いし。でも経済は、文化は美しいけど経済はダメダメだろう。経済成長はしない、賃金は上がらない。そんな経済状態じゃヨーロッパの各国には遠く及ばないな。冷えてる。文化は魅力的でも経済面はボロボロ。低迷しまくってて経済的には魅力的な国とは言い難いよ。確かにそうだね。日本は物価高が続いていても賃金が上がらない。これには増税なども深く関わってくる。それにそのせいで GDP の成長が頭打ちになっているのも事実だ。ほら、そうでしょ。これに付け加えると、日本はアメリカと違って大企業が多くない。中小企業中心の社会構造をしてるんだ。そのため労働組合などの労働者が経営者に意見できる仕組みが整っていない。そんな企業が多いんだよ。さらに日本は少子高齢化で人口も減り、労働力も低下。そこに加え増税や物価上昇の影響で GDP の成長率も横ばいだ。君たちが言うように経済成長という面から見たら魅力的とは言い難い。ほら、そうでしょ先生。日本の経済の話はよして、アニメとかゲームの話しません？そっちの方が日本らしさを語れますよ。でもその事実こそが日本のすごいところなんだよ。え、どういうことですか？経済が低迷してるのがすごい？おかしなこと言うな。注目してほしいのは日本人たちがストライキを起こさない点だ。 GDP が伸び悩み、賃金が上がらない状態。でも日本人はストライキを起こさず、国は混乱していない。この事実に着目してほしい。いや、そんな状態で日本が発展したりできるんですか？どっちかっていうと崩壊寸前でとどまってる感じ。日本でも大規模なストライキとか労働者のデモとかあるんじゃないのか？確かに日本でもストライキはあるし、労働者のデモもある。でもどちらも人に迷惑をかけない平和なものだよ。それだけじゃない。日本はかつて他の国に類を見ない経済大国だったんだ。でもそれって何十年も前の話でしょ？確かにそうだね。でもだからこそ日本に発展の余地があると私は思っているよ。え、どうしてですか？二人は日本が敗戦国であることは知っているね。まあドイツやイタリアの同盟国でしたし。
当時の世界大戦の時代からすれば倒すべき独裁国家って感じです。その通り、日本は戦争に負けた。大きな町はほぼ焼き尽くされ、食料も物資もない中で人々は生きていくしかなかったんだ。 GHQ の食料支援がなかったら多くの餓死者も出ていたろうね。戦後の日本はそれだけすごい状態だったんだよ。日本も戦後はヨーロッパと似たような感じだったんだな。でも日本は焼け野原から壊滅した経済を立て直すためにあらゆる努力をしたんだ。海外の技術を積極的に取り入れた。物を作るために製鉄所を作り、財閥を解体して経済を民営化させたんだ。絶対に日本を立て直すぞ。この焼け野原にもう一度俺たちの町を立て直すんだ。そして焼け野原からたった20年で、これが焼け野原だったあの日本なのか。ああ信じられ、見事な復興だ。今や日本は世界有数の経済大国。あの焼け野原からたった20年でそれを実現させるなんて、世界有数の経済大国にのし上がったんだよ。日本にそんなすごい歴史があったなんて。昔はすごかったんだな。アメリカに戦争を仕掛けただけのことはある。でも、それって昔の話ですよね。今の日本は見る影もないんですが。そうそう、いや、国を引き上げる成長率こそ日本にあって世界にないものだ。日本のように焼け野原のようなマイナスの状態から急激な経済成長を遂げた国は他にはないんだよ。日本が急激な成長を遂げていた当時の成長率がいくつかわかるかい？さあ、わからないですよ。1955年から1973年までの約20年間、日本の実質経済成長率が年平均 10% 前後の高い水準で成長を続けたんだ。60年代から70年代のアメリカの GDP の成長率はマイナスの年すらある。日本は戦争で負けたアメリカに成長率で勝っていたんだ。嘘だろ。あのちっこい国が大国アメリカに経済成長で勝ってた。信じられない。日本は数十年で経済大国の仲間入りをした。でも戦争でボロボロになった他の国はどうだい？日本のように急激な経済成長を遂げられたかな？それはちょっと思いつく国はない。でも、それってまぐれなんじゃないの？ほら、みんな空爆で焼かれて作り直さなきゃならなかったんなら、なおさら。確かに、それなら国内の経済は復興で活性化するよな。それを GHQ やアメリカが手厚く支援したからなんとかなったんじゃないかな。あとは海外のいい製品やアイディアに触れる機会がアメリカのおかげで多かったとか。もう、なんかそれが理由な気がしてきた。確かにアメリカの支援は大きいが、それだけじゃない。日本が急激な成長を成し遂げた背景には日本人特有の精神があるんだ。え、ここに来て精神論？先生、これ経済の話だよね。哲学とか宗教じゃないような。確かに今は経済の話をしている。でも元をたどれば経済の流れも結局は人の流れだ。その国の経済はその国の人々の生活態度や国民性に左右されると言っていい。その点から日本人を見ていこう。まあ日本人は昔から勤勉だって言うよな。そう、そこが日本人の大きなポイントだ。日本人は開国後、海外から入ってきた技術やものを真剣に学んだ。そしてその技術を国の近代化に生かしてきたんだ。でも、それなら他の国にも当てはまるような。それだけじゃないぞ。日本語は世界でも難解な言語として知られている。だが日本人はあらゆる言語の本を日本語に訳してしまうんだ。日本ではあらゆる国の本が日本語で読める環境が整っているんだよ。日本人は勤勉でありながら謙虚でもある。ああ、またダメだった。もっと研究頑張らないとな。こういった人間は心の置き所一つで自分はまだ未熟なんだと考える。そして彼らは災害にあっても立ち上がり、
その都度災害とどう向き合えばいいのかを学んできた民族でもある。そこが日本人の素晴らしいところだよ。でも日本の発明したものに恩恵を受けたことってある？俺はないな。君たちはインスタントラーメンを食べたことがないのかい？カーナビを使ったことは？それに君たちが大好きなゲーム機も発明品だよ。そうなんですか？日本が開発した多くのものが生活に根付いているんだ。君たちがそれを知らなかっただけだね。これは恥ずかしい。それと私も君たちに聞きたいことがある。自分たちの国が日本のようになったらどうなるのか考えてほしい。給料の低さからストライキとか暴動が頻発しそうだな。さすがに横ばいの成長率もありえないし。そうだね。最悪の場合は治安も悪化、国は最悪な状態になるだろう。でも日本は大規模なストライキや暴動も起きていない。不満はあるけど必死になってみんなで頑張ってるんだ。この中に日本人のように耐えられる人はどのくらいいるかな？手を挙げてほしい。お前、給料上がらなくても文句言わないで働ける？無理だね。友達とインストを起こせ。私の問いに手を挙げる者は誰もいなかった。なんか日本ってすごい。それをちゃんと分析してる先生もすごいです。本当、なんか感動しちゃった。これは意外だな。そして意外なことに生徒は私の講義に拍手を送ってくれたのだ。その後、先生、日本の経済に関して話がしたいんですが。また君か、ジョン。だって俺、日本に留学したいんだぜ。あの講義が評判になり、日本の経済について質問してくる生徒が増えた。日本を取り巻く状況は良いとは言えない。ジョンも日本への留学の相談か？ええ。ちょっと日本に行っていろいろと学びたくてさ。だからこそ、私は日本人の精神こそ学ぶべきものだと思うのだ。